はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコングのフージです。タラ投げちゃうよ。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきますけども。さあ、今回皆さん見てください。ステージガチマッチ、ガチアサリ、タチオパーキングが来ております。はい。タチオパーキングにおいてね、すごく短い、射程の短い武器っていうのはすごく辛いんじゃないかと、思われておりますけども、見てください。安心してください。これね、紐用ブーツがあります。紐用ブーツ。はい。こちらの、ステルスジャンプ、スーパージャンプ短縮、三つ積み。こちらのね、この靴を履くことによって、タチオパーキングのような広いステージでも味方がいっぱい倒してくれて、で、ゴール下になんかちょっといたような味方に、ピュンって飛んで、持ってるアサリを入れるという、そういうことをするだけで勝てるような、そんな気がします。はい。実証はしてません。そんな気がしますなので、これを実証する意味も込めて、今から、ガチアサリやっていこうと思います。コンブトラックかい。まあでもコンブトラックでも強いですから。ね、ステルスジャンプ、スーパージャンプ短縮は。ここはね、あーなるほど。あーでも武器的には、これはもうね、はい。これはもう前線いますので、ね、バケツ、あーでもバケツだけに任せるわけにもいかないし、銀モデだったら、銀モデなら若葉の方が強いです、多分。対面力で言ったら。武器のね、武器のですよ。プレイヤーのじゃないよ。はい、なんで、ちょっとここはね、戦いに行った方がいいですね。ちょっとこれ味方と同じとこ行かないようにしながら、さあ、行きましょう。左側にいるね。うわちょっとすっごいかぶったごめんね君と僕の思想がすごく似てるのかもしれない末っ子もしかしてかもしんないねあの人でこれねいい攻めしてるから234と OK 今目の前に行くかって OK これでかいよこれ1個目入れたらすごいでかいねこのやっぱ味方に準じて1個入れちゃうってのはすごくでかいのとでも2落ちなんでもうこれは無理しないここ無理しても何もいいことない。で、ここら辺はもうちょっと無理せずこんな感じ。無理せずこんな感じ。で、ここら辺で、やばい。これは早めに、わーこれ見た今の今のね、ちょっと一瞬の迷いがあったにもかかわらず、帰れてしまうこのスーパージャンプ短縮の素晴らしさ。しかもステルスですもんね、今私。この、なんと。今この環境で言ったら。ここはね、無理しない、無理しない。無理しない、マジで無理しない。で、マジで無理しない。でも、とりあえず適当にインカム吐く。インカム吐くタイミングなんて考えなくて大丈夫です。そういうのはね、上手い人たちで共有したらいい。はい。僕以外のすべて。紐以外のすべてがね、共有すればいいんですよ。オッケー。カモン。手前側になんかいるな。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。これナイスですよ。でもしたらもう、ポン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 やられてもいいから入れに来るやつ。うん。これが一番腹立ちます。ナイス、ナイス、ナイス。ナイスじゃないか、みんな。そうですね。腹立つ役なんて僕やればいいですよ、そんなもん。はい。だから、で、ここから腹立つ役、この人しかいないので、味方今。なので、あれ今の僕が運良かったんじゃないですよ、皆さん。あの人の運が悪かったんです。あの人が僕なんかがね、投げたね、こんなね、何にも考えてないね、ボムに引っかかってしまうような運気であった、今日が。はい。そういうのもチェックしていきましょう。相手の星座とかね、血液型を予想して、今のもそうです。僕別に狙ってません。なんかここら辺なんか打ったらなんか面白くなりそうだなと思って打ったんです。はい。そしたらあの人に当たってしまったという運の悪さ、ね、そういうのもありますから、そういうのもね、見ていきましょう。運勢見て、あ、今日は血液型占い B 型が悪いなと思ったら、B 型っぽい人を、こう、攻めに行くんですよ。B 型のような動きをしてる人、その B 型のような動きっていうのはどういうものかっていうのは分かりませんよ、僕も。一つも分かりませんけど、僕 B 型ですけど、ちなみに。はい。だけど、やっぱそこは、こう見極めて、あの人、星座、乙女座っぽいなと。今日乙女座確か運勢悪かったな。よし、攻めに行くか、みたいな。そういうね、やっぱ先制術とかをね、うまく使うのも大事です、このスプラトゥーン2。皆さん気をつけてください、そこら辺は。自分の運気が悪いときは、そういうのを、こう、ラッキーカラーとかね、見てね、ラッキーアイテムは、こうね、スプラシューターコラボとか出てるので、多分、朝の占いで。そういうのはしっかり見ながらやっていきましょう。これ絶対インカム吐きたい。よし。そうするとね、次いけるんです。これ入れても痛くない、早くないんで、もうちょっと前に行きます。強めに行きます。入ってないですね、今ちょびっとしたのに。で、したらもう私が入れれるので入れちゃいます。はい、ドン。これでいいんですよ。ナイスですね、味方。したらもうあとは、ちょん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 。はい、あと2個、あと2個ですよ。あと2個。これもうね、もうちょっと待てばよかったかな、今。味方がもうちょっと手前に来てるのを見てから入れに行くのもありだったね。いや、もうこれはもう、でも調子いい時はね、調子いい時はバリバリ前に行きましょう。はい。調子がどうにかしてくれます。調子いい時は。僕じゃなくて。僕のエイムがとかそうじゃなくて、調子自身が僕のことを導いてくれますので、まあ、もうガンガン下がります。信じられないぐらい下がります。え、そんなに？ね、押し入れの奥まで帰ります。これはもう大事、そういうの。これなんかこう、ここら辺にいとけば、もしかしたら相手を返り討ちにできるかもなのか、そんなね、邪神はいりません。
邪念は邪心は違いますね全然ねえじゃん。あ、だからほらほら運悪いな、あの人今日多分11位ぐらいですね。12位ではないと思う。12位だったら多分あれちょっとなんか入ってる。オッケー。12位だったらもうちょっと多分ね、もうちょっと嫌なね入りがして、あ、入ってるね。持ってた。かっこよくドリブルしようと思ったら持っちゃいました。で行きましょう。これはねぜひ前開けてほしい。ぜひ前を開けてほしい。この人に開けてもらいたい。あ、もういいや、入れよう。入れるとか入れないとかじゃなかった。あ、入れるとか入れないじゃなかった。よっしゃ。はい。やっぱこういうことです。皆さん、今分かったのは、運勢が大事と、はい、いうところですね。運がいいか悪いかで相当なね、ムーブ変わってきますので、これはちょっとね、皆さん、参考にしていただけると、はい。これ、13ダウン中の11ダウンぐらいは運です。で、2ダウンとかはアシストとか、そんな感じです。はい、さあ、太刀魚来た。忘れてたわ、今これ。太刀魚パーキングでステルスジャンプを生かすための動画ですか、今日は。あ、いいですね。こうやってもう前に行く人がいるのは嬉しい。寿司とね、バケツが前に行きますので、もうそしたらもうで、後ろでハイドランとか見てくれてるので、ということは僕がやることはただ一つ、アサリを集めてインクアーマーを吐く。はい、それだけです。それ以外にやることはなんかありません。やることを見出そうともしない、私は。そんなの見出してもしょうがない。誰もそんなものを求めちゃいない。で、これ手前にある、これね、ゴール下にあるのがいやらしいですね、タチウオパーキングは。で、これもう吐きます。もうタイミングとかいらないです。今だとか、今じゃないとか、そんなものはね、そんなもの僕には。今のボム入らなかったかな。あ、よかった。ボムが倒したって今ちょっと安心しました。気持ちが。僕のせいにならなそうっていう安心してたのに、今入りませんでした。これね、ここではないんだよね。やっぱ、さすがにこんななんか後ろの方にあられてもみたいな、そんな感じなんですよね、多分ね。タチオパーキング相当ね、特殊なステージですからね。初期のステージに、だからこそね。いや、全然当たらん。全然当たらん。ナイス。うわ、当たってない。逃げおおせてるぞ。ちょっとこういうところのとこ、こういうところにね、あるのすごい嫌だから。で、上塗っておく。やられたマーク出てないな。オッケー。ここね、ちょっと無理じゃない。ここ、ここはね、マジで無理できないので、無理しないじゃなくて。無理ができません。このステージはなんと。あー、危ない、びっくりした。何？今のやられるか。ここです。皆さん、やっちゃってください。やっちゃってください。そこのレールに、やっちゃってください、皆さん。よし。さあ、ちょっとね、今ね、私、一つだけね、ちょっと怖い部分があります。タチウオパーキングだから、ステルスジャンプ吐きゃ、なんか強いだろうと思って吐いてきましたけども、何の役にも立たなそう。この感じ、ステルスジャンプ、何にも役にも立たない動画になるかもしれない。そんなことないよ。ステルスジャンプ自体はすごく強いよ。僕が生かすのが下手くそというわけで。はい。ここは無理しないで下がりましょう。で、味方のね、ハイドラントもインクアーマーもやったので、ここはね、全然ね、無理せず行きましょう。で、味方に前に行ってほしいので、これはもうカモンをします。はい。あ、やられてる。これやばいねー。ナイス。いやー、見てなかった。ごめん。これはまずい。あー、すごいまずい。これいらない。で、いらないで、これに取って、これもういらないして、で、もうこう、もう。オッケー。でもこれ、ここにあるからねーっていう。ここにあるからねーって。うわー、もうすーげーやばい。敵が。すーげー強い。やばいぞ、これは。ガンガン攻めてくる。あー、惜しい。前に行ってくれてんのになー。あれに合わせらんなかったなー。さあ、ちょっとね、とんでもなくまずい状態が続いております。これは、皆さん。どうしたらいいでしょうか。誰かむしろ教えていただけたら幸いです。これねー、あー。これで、当たらんかー。これきつい。さあ。このまずい状況、どう打破するか、僕にはできません。なので、ちょっと味方に期待して、インカーも吐き続けるしかありません。これね、どれか、ナイス。ナイスですが、あー、どうだ、スライディ厄介、ナイス、全落ち、ほぼ全落ち。よし、行こう。ここはもう行くしかないのです。行くしかありません、皆さん。前に行きましょう。ここでね、ビビっちゃダメです。ここ一番前にまで行きましょう。一番前に行きましょう。で、ここら辺に、あー、最悪だ。今のポール邪魔だな。オッケー。で、逃げる。逃げて、前行く。で、そしたら、ここら辺なんかいるので、アーマー吐く。ガー、撃つ。で、カモンチャ押す。で、コロコロ転がす。やった、一人やる。で、持ってない。
まずい、何もない、剣戻ります。はい、剣戻りますね。さあ、今の、ま、今ほら、こうやって俺がね、なんかね、何も考えずに暴れ回ったことによってさ、カム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 、飛んで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 、ステルスジャンプなんで飛べるんですよ、皆さん。すいません、なんかね、言ってませんでしたけど。無理かな。ナイスナイスナイス、したら私が入れますよ。えい、どうよどうよどうよ、リードしちゃうよ、こっちのもんよ。まあでも相手にもチャンスあるので、ここは無理しないでいきましょう。さあ、どうしましょうか。ちょっとあんまりちょっとね、考える脳がないので、とりあえずここ手前を守ります。上からね、上から守ります。そうすることによって入りづらくなるんですけど、これ絶対に無理ですね。はい、このやられ方は、はい、これ絶対に無理です。もう一発、よし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 、オッケー、行こう、ここここ、もう行くしかない。ここで、ここで行かないと、ここに行かないと、オッケーで、ここで吐く。ここ来てほしいな、ここ来てほしいな。ここ来てくれたら最高なんだけどな。あー、ここ来てくれねえかな。あー、まずいな。あー、まずいね、それは。あー、それはきついわ。あー、それはきついわ。そのね、クロスどころかね、4方向からのね、バババババはね、無理です、私には。はい、あんなのね、超えられるわけがない。タチオパーキングむずいな。やっぱ、わかったわ。ちょっと紐脳が、育ちすぎて、とりあえず味方が前でいっぱい倒してくれるのでから始まってました。違いますね、そんなことない。それは味方に無茶させすぎだから。それはだから俺行かない場合は自分が行っちゃえばいいね。これよ、次行きますよ。弱いなりにしゅ来てくれた、よかった。タチオパーキングですね、こちらで証明しましょう。これね、味方まず見ます。あ、前行きたそう、あ、行きたそう、前行きたそう編成です。これはね、ガンガン塗ってね、ガンガンインクアーマー履いて、インクアーマーをやっぱ履くと、X 隊の皆さんって、もうやっぱね、血の気の多い方ばっかりですから、本当にこう、インクアーマー使って、我こそが、ね、我こそが、いっぱい倒し男になるぞと、いっぱい倒し女になるぞという感じで前に行くんですよ。だから、もうちょっとそこを利用して、いっぱい倒し人間になってるところを、私が、後ろから入れちゃうと、そういう作戦でいきましょう。というわけで入れるための、これが必要、先出すものが必要ですね。まずはね、アサリが。さあで、味方が前に行って、もう、あ、入れてるわ。入れてたわ。ナイス、やった、俺の、これして、これして、でかいのドン。はい、よっしゃー。ナイス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 、いいですね。これはね、味方もね、ウハウハ、私もウハウハ、そしてインクアーマー、ウハウハ、そしてインクアーマー入ったからこそは、これはもういけますので、皆さんね、はい、これ入れちゃいましょう。ガン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 やっぱ合気道とかね、護身術っていろいろありますけど、それ護身術を使う場面になってる時点で自分はすでに危険にさらされてるわけです。危険な場所に行くことができない、それが最高の護身と、言ってる人がいました。はい、というわけで、皆さんもぜひぜひ、護身術極めてみてください。というわけで、またお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録お願いします。